どうもどうも。もしもし、ラミちゃん。あ、どうもどうも。あ、そうですそうです。あ、そうです。電話が、あ、そうですそうですじゃあ、そうだね、名前言ってもらっていいですか。ホロライブ5期生の雪花ラミーです。ラミーちゃん、ようこそ。あー、どうもどうも。来てくれてありがとうね、今日急だったのに。最近、悩みがあるんですか。来ましたわね、これ来ましたわね、これあるんですか、ラミーちゃん。聞いてもらえます。聞くよ。 100% 解決してもらえる回だって今日聞いてるんですけど。すげえ圧かけるじゃん。まあまあまあ、任せなさい、スバルにね。実はね、最近あのラミね、公式さんからもリスナーさんからもアレ中だアレ中だって言われてるんですよ。ラミさん、ラミさん、ラミさん、え、もう一回言ってもらっていいですか。あのリスナーさんからもね、公式からもアレ中みたいに言われてるんですよ。あれじゃない、なんかお酒が好きだからってことでしょ。本当に純粋にただただお酒が好きで、ほんまに頻度も高くないし、そんなにまあ飲んでる量は飲んでますけど、うん、飲んでるけど、なんだけど別に手が震えてるわけではない。最近そうなんですよ、すごい言われるんですよ。めちゃめちゃ言われるの、コメントとか。めちゃめちゃ言われますね。めちゃ、そんな嘘だよ。スバルの中のラミーちゃんはなんかいつも哺乳瓶とさ、ガラガラ持ってさ、なんかみんなのママだよって言ってたのに、嘘だろ。酒瓶なの、そのガラガラって。酒瓶の中のあれですよ、氷ですよこれ。やめろお前、マジでスバルの。やばなんそれ、何の音だよ。酒瓶の中の氷ですよ。ねえラミーちゃん、お願いだ。いやでもでもね、でもそんなラミーちゃんもギャップがあって素敵だと思う。ガチで弾いてるじゃないですか。いや弾いてない弾いてない、素敵だと思うけど、やっぱりその体にね悪いことするのはスバルもちょっと悲しくなっちゃうから、ラミーちゃんが次やばい、もうこれは限度を超えてお酒が飲みたいってなった時に、え、だアル中じゃないって言ってるじゃないですか。アル中への心配しないでくださいよ。ちょっとごめん、飲まれちゃった今コメント欄に。アル中じゃないって言ってるんですけど。じゃあもうラミーはスバルのイメージ通りのママだって。みんな変なこと言うのやめろ。おい見てるか、お前の配信見てるみんな。ラミーちゃんはスバルの清楚なイメージ通りのママだから。そうだよね。お酒とか一滴も飲んだことありません。いや、それは嘘じゃん。なんでしれっと嘘ついたの。飲んだことありませんとか言うから、最初はこれが酒瓶の中の氷ですよって。適度適度、うん、まあ適度にね、適度に飲んでます。これはね、そういう噂が立ってるだけっていうことだからね。単なる噂ですよね。もうスバルすごい汗かいちゃった、うん、このドツマジで。ラミちゃん、今度さ、ちょっと遊ぼうね、ほんとに。はい、ほんとに遊びましょう、遊んでください。その日はね、ちょっとね、お酒ね、1ミリも飲ませないんでね、スバルがね。飲まないですよ、大丈夫大丈夫。じゃあまた、今日ありがとうね、来てくれて。はい、ありがとうございました。ありがとうね、じゃあまたね。バイバイ。失礼します。いや、ラミちゃんね、やばいんだよ。てかね、なんかね、5期全員キャラ濃いよな、マジで。めっちゃ楽しかったわ。